こんにちは、ゼレンスキーです、まあ、私が言うんだったらいいですけどもね、知事ともあろう方が言っちゃダメでしょ、これは。冗談で済まないですよ。というか、あなたの存在が冗談じゃないですかね、どっかの県知事さん。大切な土地ですよ、沖縄はね。うん、沖縄がなくしては、日本はまたなし、うん。そういうとこだと思いますんで、ぜひね、気を引き締めてやっていただきたいと思います。ちょっと沖縄 なんとなくね危なっかしいんですよね誰が危なっかしくしてるのか分からないんですけども沖縄はね直接知ってる方はとてもうん大切だし意欲あるし情熱的でそしてほろ苦いとってもいい方だと思いますけどもどうもね沖縄の県民性っていう風なまあ抽象化するとね危なっかしいなという雰囲気がするんですよ。 とまあ、このぐらいにしまして今日はねこのコッペパンね昔懐かしい今でもコッペパンジャムマーガリン、まあ、一番スタンダードなやつですねこれをいただいてみようかと思いますねまあ、いつもねフライパンでジュージュー作ってる場合じゃなくってこうやってパンとコーヒーで開けるよもあるということですよこれ好きなんですよね実はねいただきます これはね、本当にね、スタンダードな形で、ジャムとマーガリンが入っていて、コンビニも売ってるでしょ。ちなみにこういった菓子パンっていうのは、コンビニ専用のパンってあるんですよ。だからローソンでしか買えない、セブンイレブンでしか買えない、ファミリーマートでしか買えない。で、これはスーパーでも売ってるんで、コンビニもスーパーにもあるって形なんですけども、私のね、感覚だと、コンビニ専用のパンが抜群に美味しい。で、スーパーで売ってるパンは、安いし、たくさん選べるんだけども、でもやっぱりね、 なんとなくね身が詰まってないかなってコンビニのパンに比べてたんですよちょっとこう腹持ちが悪いというかね、うん、なんとなくねコンビニのパンの方が気合が入ってるなって気がするんですけどもなんでなんですかね、うん、まあこれ飽きのない味ですいただきますうん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 とっても美味しい なんかね、政治家さんっていうのは、政治っていうのは私たちの暮らしと一体です。政治なくして国民なし、国民なくして政治なしのはずなんですけども、政治なくして国民なし、国民なくしても政治はあるになっちゃってるんじゃないかなと思うんで、そこが危ないところですよ。我々が公務員、 政治家を雇っているって感覚ですよあ。もっともっとね政治家の権力なんかに負けずにその権力を渡してるのは私たちですから私たちが雇い主ですからねもっとガンガンと「俺たちの暮らしは苦しいぞどうしてくれんだ」っていうふうに責任追及の声を上げていきましょううんこれからも閣僚への電話攻撃続けていきます 各省庁への要求出していきます生活保護もそうだし西村康俊コロナとの戦い <laughs> ふざけんなよお前は戦ってねえだろみたいなね何やってるんですよねあの人はねほんと人の腹を立てるの得意というかね <laughs> 西村康俊さんのねご家族の方はさぞ住みにくいでしょうねうんお子さんとかをいじめられてないですかね まあどんな家庭環境なのか分かりませんけど独身ですかね西村経済担当大臣経済破壊担当大臣になってますけどね完全に破壊しましたねあの人はねうんうんズレンスキーです